エンゼルスのススのーーーパースター翔平大谷が再びび注目を浴びていますしかし今回は彼のバットや足の速さではなく試合中の劇的な抗議ですパドレスとの試合で彼は審判の判定に激怒しその場で修正を求めましたこの試合は彼の盗塁数28を達成した輝かしい瞬間もありましたが それ以上に9回の第5打席での審判との一幕が大きな話題となっていますこのビデオでその詳細な出来事を振り返り最終的な判定がどのように決定されたのかを探ります大谷の異業と議論の幕開けこの日の試合で将平、大谷は見事な投類を決めシーズンの投類数を28に伸ばしました 彼の初打席での死球は連続出塁記録を5試合に伸ばし、さらにイチローや松井和夫と並ぶ4試合連続の盗塁を成功させるという偉業を達成しました。しかし、この日のクライマックスは9回に訪れました。第5打席での大谷は、エストラーダ投手との対決で6球目を見逃し、ボールだと確信して1塁に歩き出しました。しかしか 審判はこれをストライキと判定し、大谷は激怒。彼は大声で抗議し、何度も首を振りながらベンチに戻りました。観客も緊張感を持って見守る中、大谷の激しい抗議が注目を集めました。ストライクゾーンと審判の判定大谷の抗議の原因は、表示されたストライクゾーンの判定でした。大谷は ボールが自分の右膝の下を通過したと確信しておりそれをスローモーションで確認すると確かに彼の言う通りのように見えましたしかし審判はストライクと判定これには微妙なラインがありストライクゾーンの端に触れていたため審判の判断に依存するところが大きかったのです野球の判定はしばしば審判の主観が絡むものであり ストライクゾーンには明確な境界がありません。サッカーのゴールのように明白ではないため、こうした判定の違いは避けられないものです。しかし、大谷のようなトッププレイヤーには、特に厳しい投球が多く、こうしたシーンは今後も繰り返されるでしょう。大谷の打撃スタイルと今後の課題大谷は、追い込まれたときに戦術を変更し、 必要に応じて打撃やカットを狙う方法を学ぶ必要があると言われています。彼は今回のような判定を受けることが少なくなく、適応力が求められています。今回の審判の判断は、過去のような明白な誤りではないため、冷静に受け入れることも重要です。また、エンゼルスのロバーツ監督も、投手の起用方法に問題があり、 頻繁な変更がチームのパフォーマンス低下を招いているとされています。特に試合終盤の投手の不安定さが顕著であり、これがチームに多くの敗北をもたらしています。試合の終盤とロジャースの課題。この試合は、ロジャースのチーム編成に存在する問題を浮き彫りにしました。特に試合終盤に効果的な投手がいないことが明らかで、 最近では試合終盤に2から3点リードしていても逆転される可能性が高い状態です。ラストキッチャーの自信のなさが浮き彫りになりチームの安定性を損なっています。エヴァンフィリックスのような選手をセーブ状況で使用すると良い結果が得られる一方でロバーツ監督の頻繁な変更が逆効果となっています。 ロジャースの今回の移籍は信頼できるリリーフ投手と絶対的なクローザーを補強できなかったため大失敗と見る人も少なくありませんパドレス戦と松井裕樹の投球パドレスの松井裕樹はこの試合で特に注目されるピッチングを見せました5回に大谷と対戦し彼を空振り三振に打ち取るなど見事な投球術を披露しました松井は、 大谷との対戦について大谷はリーグで最も優れた左打者の一人と称賛しながら自分の投球がうまくいったことに満足感を示しました松井は今シーズン新加入でありながら前半戦でチーム最多の43試合に登板し後半戦でも無失点を維持するなどチームの信頼を得ています彼のような選手の存在が パドレスの安定感を支えているのです。今回の試合での昇平、大谷の激怒と審判との対立は、野球というスポーツの難しさと深さを改めて示しました。ストライクゾーンの判定は審判の主観が大きく影響するため、選手には冷静な対応が求められます。また、エンゼルスのチーム編成やロバーツ監督の起用法にも課題が多く、 今後の改善が急務です一方でパドレスの松井裕樹のように安定したピッチングを見せる選手がチームにとって重要な存在であることも明らかになりました彼のような選手が増えればチーム全体のパフォーマンスも向上するでしょう最終的な判定はストライキとなり大谷の抗議は実らなかったもののこの一連の出来事はファンにとって忘れられない試合となりました 今後も彼の活躍に期待するとともに、チーム全体の成長を見守りたいものです。ご視聴いただきありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。